さて、今回のお話は、訳がわからない死亡事件。大阪にある市営団地の一室で一人の男性が亡くなっていたんですけれども、そこに至るまでの流れとその後の展開がとにかく不可解、そして複雑。一言で言うと、訳がわからない事件なんですね。2013年の6月、市営団地に住む A さんのもとに知らない男性から電話がかかってきました。出先で突然この電話を受けた A さんは、自分の家のこととはいえさすがに自分で確かめに行くことは躊躇したんでしょうか。これを母親の内縁の夫である B に相談しました。内縁の夫 B はこのことを警察に通報するか迷った挙句、内縁の妻、つまり A さんの母親である C に相談。母親の C はこれを今度は娘、つまり A さんの姉である D に相談しました。さらに姉の D はこれを旦那、つまり A さんの義理の兄にあたる E に相談。そんな感じで、まるで伝言ゲームのような誰か早く行けよ状態に陥ったわけなんですが、最終的に A さんの義理の兄である旦那 E とその会社の同僚である F の2人が仕事終わりに A さんの部屋を訪ねてくれることになったんですね。深夜の23時、 A さんの部屋にやってきた E と F。 恐る恐るチャイムを鳴らしてみると、なぜか A さんの部屋から出てきたのは40代くらいの男性 G。 2人が事情を話すと、確かにこの部屋に死体があると、 G はあっさりと認めて招き入れたんですね。そこで2人が目にしたのは、部屋の一室のカーテンレールにコードを引っ掛け、上半身裸の状態で首を吊って死んでいる知らない男性 H。 まさかの死体を目撃してしまった2人、当然慌てて警察に通報したわけなんですが、その騒動の最中、なぜか A さんの部屋にいた謎の男 G はどこかに姿を消してしまいました。そしてそもそもの発端となった部屋の持ち主 A さん、家族や警察はこの A さんに事情を聞こうとしたんですが、なんと行方不明になってしまったとさ。終わり。というのは冗談なんですが、いやー、謎の電話から始まって親戚たらい回しの末の謎の遺体発見、そして消えた部屋の持ち主、一体何だったんでしょうね。その後の捜査で分かったこともいくつかあるんですね。まず首を吊って死んでいた男性 H は A さんの母 C の知り合いでした。 C とその家族は近々 A さんの部屋に引っ越す予定があったそうなんですが、その手伝い要員として前日から A さんの部屋に泊まり込んでいたんだそうです。さらに母親 C によると、行方不明になった A さんからは時々連絡はあるものの、こちらからは連絡が取れない状態だということ。ネット上では今でも議論が飛び交っているこの事件、警察からの続報も報道もない状態なんですが、あなたは一体この事件どう見るでしょうか。というわけで、オチも真相も何もなくて申し訳ないんですが、ただただ訳がわからない死亡事件、いかがだったでしょうか。それではまたこのチャンネルでお会いしましょう。